はい、どうも、ギです。ということでね、本日、オリックスさんとの第4試合目があったんですが、結果は、なんと、今日も 1-0 で勝ちまして、ホークス7連勝、マジックが5となりました。やったー！いや、まさか4連敗した直後ね、7連勝するとはね、予想だにしませんでした。まあ、試合自体かなり接戦で、相手投手、ソタニ選手ね、ずっと長らく抑えられていたんですが、7回表、先頭のアキラがヒット打って、まさきくんが送りバント。押したところ、なんとソタニ選手が暴投して、ランナーオールセーフ。で、続くカイキャノンが送りバント決めて、ワンアウト2、3塁で、代々出てきた。石塚総一郎がね、レフトへパコーンと低めの変化球を拾い上げて、これが犠牲フライとなって、なんとこれが決勝点となりました。いやー、石塚くん素晴らしいよ。本当にいい仕事しますね、石塚くんね。もうまだ若手なのに、こんな大事な場面で起用される時点で、小久保監督からね、絶大な信頼を置かれてるのがわかりますし、で、また結果残しちゃったんで、いや、またね、小久保ポイントがね、爆上がりしちゃいましたね。本当はね、アキラが予定通り戻ってくるなら、もう多分すでに2号落ちてたと思うんですけど、まあ、その辺も含めて持ってるなと、ってところでしょうか。で、これでね、ホークスが勝ったのと、合わせて楽天さんも勝ってくれたので、マジックが7からね、まだ一気に5まで減りましたと。で、明日から日ハム2連戦なんですけど、明日勝って、さらに明後日も勝つと、なんかね、日ハムとホークスの引き分けの数の関係で、勝率がアーダコーダで、なんか1試合勝つだけでマジック3つも減る日があるみたいで、まあ単純に、明日、明後日日ハムを2立てすると、ホークス、優勝という状況になったみたいです。いきなりすぎ！いやー、ちょっと前までね、うわ、4連敗して、これ、優勝は大丈夫だよね、さすがに大丈夫だよね、みたいな空気だったんですけど、ゴリゴリマジック減りますね、毎日。いや、素晴らしい。それは素晴らしい。ですが、コンちゃんがね、4回表、コンちゃんが、今日2本目となるヒットをね、センター前放って、で、盗塁を成功させたんですけど、その盗塁をした際にね、ちょっと右足首をひねっちゃったみたいで、もう尋常じゃない痛がり具合でね、一旦ベンチ下がって、あー、これ交代やろうなと思ってきたら、なんかランナーとして戻ってきたんですよね。で、その後、まさきくんがセンターフライ放ってたんですけど、その時も普通に走ってはいたんですけど、コンちゃん。まあ、3打席目からは、アキラが代々送られて、今は大阪病院でね、検査を受けてるとのことで、久保監督もね、試合終了後時点ではまだ何の情報も入ってなくて、非常に状態が気になると。もし、戦列を離れるようなことがあれば、もう一から練り直さなければならない。ただただ無事を願っていると、いったようなコメントが出てたんですけど、待て！いや、せっかくギータもそろそろ2軍で実戦復帰みたいな感じだったのにさ、ちょっとほんと待ってくれ！どんな状態なんでしょうね、コンちゃんの足は。まあ、ただ、個人的な見解を、述べさせてもらうと、本当に重傷だったら、そもそも二塁ランナーとして戻ってこないですし、まさきくんがセンターフライ打った時もね、割と普通に走れてはいたんで、まず骨折、肉離れはないんじゃないかなと。で、まあ、あるとしたら、軽めな捻挫とかなのかな。か、まあ、ほんとめっちゃ痛かったけど、捻挫ってほどでもないみたいな状態。まあ、それが一番ベストですけど、まあ、仮に捻挫だったとしても、まあ、10日もすれば治るんじゃないかな。多分、あんだけ走れてたのを見るとね。ここまで来れば優勝はさすがにしてくれると思うんで、でね、CS ファイナルもちょうど1ヶ月後ぐらいですし、まあそれまでに間に合ってくれれば大丈夫なんじゃないかなと思います。いや、まあなんだかんだ大丈夫だと思うよ。うん。っていうのをね、ずっと自分に言い聞かしております。不安でたまらんよ、コンちゃん。もうなんでコンちゃんなんだよ、ほんとよ。まあね、ホークス7連勝というところは素直に喜んで、明日からね、日ハム2連戦。2週間前はね、ペイドで日ハムさんにはね、苦情を飲まされてるんでね、ちょっともう2週間前のリベンジというか、バシッと勝って、あわよくば。もうそこで胴上げできるようにね、勝負の2日間、明日からもね、応援頑張っていきましょう。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。おつ、成功。